皆さんこんにちは。シッパー吉田です。 A boss and a babe. 庭感想。今回のあらすじを簡単に紹介すると、前回から着実に距離が近づいている2人。そんなある日の仕事中、女子社員2人がガンガンインがゲイだということを皮肉交じりにチェーに言ってくる。チェーはどの形の愛も素敵だと彼女らに反問するも、話しているところをガンガンインに聞かれてしまう。その後、自分がゲイだということをチェーに対して認め、驚いたり気持ち悪がったりしないのですかと聞いてきたガンガンウィンに対し、驚いたり気持ち悪がったりしませんよと言いながらガンガンウィンに対してハグをする。その後、ある日の仕事中、ライバル企業の社長でありながら、もともとは同じ会社に勤めていたタームが、ガンガンウィンらが制作していたゲームと内容が全く同じものを発表。過去にタームと何かあったらしいガンガンウィンは、発表を受けてひどく落ち込んでいた。そんな彼を元気づけようと、チェーは彼を焼肉パーティーに誘う。焼肉パーティーでガンガミンの顔にも笑みがこぼれ、チェーに何度も心を救われていくガンガミン。そんなある日の帰り道、大雨に遭ってしまったチェーはガンガミンに家まで送ってもらうことに。流れでガンガミンを家に招くことになり、二人でラーメンを食べた後、再度チェーは、あなたを気持ち悪がったり嫌ったりしないとガンガミンに言うも、彼は信用していない様子。白以上のことをしたら信用してくれますかというチェーンに対し、キスってことですかと挑発するガンガミュー。そして二人は雨の中キスをするという内容でした。まずガンガミンが冒頭からチェーンに対する好きオーラが溢れまくっていて、見ていて微笑ましくなりました。ガンガミンがゲイだとチェーンに知られたし、チェーンの態度にガンガミンはかなり救われたのではないかなと思います。チェーンの考え方はとても素敵だと思いましたし、ガンガミンはチェーンに出会えて本当に良かったなと思います。そして焼肉のシーンですが、先ほどのシリアスな雰囲気から一変し、キーとゾウのバカップルぶりが最高でした。ガンガミンの表情が緩んで、吉田の顔まで緩んでしまいました。庭最後のシーンですが、庭でしかもまだ付き合っていないのにキスしても良いんですか。後半になるにつれて苦しい展開にならないと良いな。次回予告を見て思ったのですが、ガンガミン真顔でさらっとキュンとさせるセリフ言うの反則じゃないですか。どこでも寝られますけど、チェーがそばにいてくれたら嬉しいですなんて言われたら、チェーも惚れてしまいますよ。皆さんの感想もぜひコメント欄にて教えてください。最後まで見てくださりありがとうございました。